フリマアプリってほんといろんなもんあるな。あ、任天堂スイッチあるじゃん。うん、写真充実で詳細がわかる。あ、いいね。あ、これ見てみよう。あ、あー綺麗だね。はい、横とかも見たいよね。うん、あ、後ろもいい感じじゃん。ジョイコン L なし正面、ジョイコン R なし正面、これいる？いや、さっきもう見てるからさ、合わせたやつを。ロゴアップいる？ジョイコンも見たよ。方向ボタン、え？一緒の写真？一枚でいい？いや、一枚もいらないんだ、見たから。 AC アダプターついてますわ、説明文に書け。なんで画像にしたんだ。箱ありも任天堂の説明。いや、知ってるから大丈夫。ファミコン64、今までの母との紹介しなくていいから。何の出品か分からなくなるでしょこれ。この人他にもたくさん出品してるな。サングラス、まあね、横を見せてくるよね。ああ、上下ね。右テンプル伸ばし上側面いらないって。今度は左、ここテンプルって言うんだね。両テンプル来たー、下から。これの何がいいの？何やってんの？レンズ取っちゃった。いや、レンズなしの側面とか誰が見たいんだよ。ええ、レンズのみで。いや、なんだ左レンズ右側面って。もうスイッチと違って普通外さないもんだからさ。右レンズも本当に上側面なのか分かんないよ。サングラスの説明いらないって、分かってて見てるからこっちは。レンズありで着用しろ。バカじゃん。いや、バカじゃん。ふざけてるだろ。あとは、ああ、新品のスニーカーも出してるんだ。いや、これは写真ないんかい。でも売れてる。怖っ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。